演舞開演。どうも、本日はマクドナルドの新商品をいくつか食べてみたいと思います。まずはこちらのサクッとチキンスティック、なんだか従来のチキンナゲットと違ってゴツゴツした印象ですね。では食べてみたいと思います。いただきます。衣の音がまたいいですねというのが納得できます。刺激的なスパイスの効いた鶏肉とザクザクした食感の衣がうまくマッチしていると、とても美味しかったです。従来のチキンナゲットとは違う雰囲気がやっぱりありますね。なのでこちらの点数とさせていただきます。続きましてはこちら三角チョコパイです。冬の名番定物なんですけど、自分は初めて食べますね。なのでドキドキです。どんな出会いが待ってるのかな。本当に三角なんですね。結構大きいですね。なんか思ってたより大きいです。では食べてみます。確かにそうかもしれませんね。あなたの場合、そしてこれに加えてこちらの白いのもあるんですよね。こちらもこちらは見た目は普通のパイっぽいですね。では食べてみたいと思います。冬の風物詩デビュー、やっぱり美味しいです。どちらのチョコパイもサクッという心地よい音の後に熱いチョコレートクリームが口の中に広がって、通常のチョコレートパイの方はチョコレートのあの甘さが、ホワイトチョコレートの方はミルクの甘さが口の中にブワッと広がってきて、とっても美味しかったです。冬なので温かいものが美味しい、そんな時期に出るだけのことはありますね。本当に美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。